マインドは英国のイングランドとウェールズにおいて活動するメンタルヘルス関連の事前団体である。1946年に国立メンタルヘルス協会として設立され、2006年に60周年を迎えた。マインドは人々にメンタルヘルス問題の情報を提供、助言し、また政府、自治体に対してロビー活動を行っている。また市民に対し、 メンタルヘルス問題の啓発、広報活動も行っている1982年には、メンタルヘルス活動に対して、ブックオブザイヤー賞を受賞し、また他にも賞を3つ受けている。マインドは180以上の地域拠点を持っており、居住支援、一時シェルター、ケアホーム、外来センター、自助グループなどを提供している。地域拠点は、非常に多々存在しているため、それらが、 単一の方針、枠組みで活動していると誤解されがちであるが、マインドは全国ブランドであり、地域拠点はそれぞれユニークな活動を行っている。だが、目的及び倫理ガイドラインについては共通である。A マインドのチャリティーショップ中央のマインドは、イングランドとウェールズにおいて、寄付、スポンサーシップを受け付けており、またチャリティーショップを運営している。それぞれの地域拠点は、 各々が独自採算の独立した事前団体であるが、いくつかのプロジェクトについては、中央のマインドから資金が当てられる。2009年の場合、地域拠点の収入は合計すると8700億ポンド、中央マインドが2500億ポンド、全体では1兆1200億ポンドであった。一部の地域拠点については、その収入の多くは、自治体や、 NHS 組織からであると報告され知える。マインドはその方針として、企業からは一般的に支援を受け付けているが、しかし、製薬会社からの資金は一切受け入れないとしている。これはすべての地域拠点でも同様で、製薬会社からはイベント、カンファレンスなどで寄付や支援は受け入れていない。ありがとうございます。